皆さんこんにちは。オイラのところに遊びに来てくれてありがとうさんだにゃー。本日は状況は人それぞれ、お前さんが生き量を飛ばしたくなるような相手の因果応報的制裁をソウルキャッツタロットカードのヘキサグラムスプレッドで占ってみたにゃー。お前さんへのアドバイスはムーンオロジーオラクルカード、夜の闇の世界に光を彷彿とさせるタロットドラニュイ、そして同じシリーズのルノルマンカードからそれぞれ1枚ずつ引いてみたにゃー。動画の最後には実写版おまけ猫動画もあるので見てくれたら嬉しいにゃー。では今回も純正の対人形から3択、 A は犬の数字、 B は評価クマかなんかよくわからないオリバー、 C は猿のモンキーブー。直感で気になるものを選んだらタイムスタンプへ飛んでくれにゃー。では少し時間を置くのでまた後でほい。ではこちら A の犬の数字を選んだ人、 A を選んだ人の相手っていうのは平和ボケっていうか夢見る夢をっていうか、なんだかすっごい痛々しいんだけれども、最終的にそいつは満足のいく結果にはならなさそうなんで、お前さんは焦らず来る時に備えて微調整をしながら問題と向き合うことで望むものを手に入れることができそうなんだにゃー。タロットカードは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚でお前さんへのアドバイス、そいつの欠点なんだけれども、カップのナイトの正位置、歯が浮くようなセリフを言う夢見る夢男、口がうまくて嘘をついたりとか、情緒が未熟ですっごい頼りないんじゃないのかにゃ。責任感もなくってハングリー精神もない、機転が利かないやつっていう感じがするんだけどどうかにゃ。そいつの過去なんだけれども、ペンタクルの2の正位置、どんな状況になっても上手に物事を扱える適応力や柔軟な状況にあったっていうようなことを示すカードなんだけれども、2つのことを器用に両立していたとか、何かルーティンワークのように繰り返すようなことをしていたとか、まあ楽しんで取り組んでいた、やりくり上手っていう意味合いもあるんだにゃー。なんか二股っていう風にも読めるんだにゃー。そして現在ワンドの9の逆位置、まあそいつはそんなことでうまくいってたから現在物事を楽観視しすぎて痛手を食らうような状況なんじゃないのかにゃ。なんか想定外なことが起きたっていうか、容量が悪くなっているはずだと思うんだにゃ。でも夢をだから自覚はないらしいんだにゃ。で近未来どうなっていくのかっていうと、カップの5の逆位置が出ているんで、まあこのカード何か失ったりとか失敗したりとか希望の灯火が消えてしまったみたいな感じなんだけれども、逆境でも別の道とか、まあ、方向性を見出そうとする、でも過去とは決別しようとするようなんだにゃ。葛藤は乗り越えようとするっていうか、立ち直ろうとはする、まあ、開き直るとか、まあ、そんな感じみたいなんだにゃ。まあそれが何かはちょっと当てはめてもらいたいんだけれども、一方まあそんなお前さんはどう思っているのかっていうと、ペンタクルのエースの正位置、まあ今までいろいろと努力をしてきたので満足いく結果を手に入れたいって思ってると思うんだにゃ。それは情報であったり成功であったり金であったり名声であったり豊かさであったり、何かしらそんなようなことだと思うんだけれども、相手はどう思っているのかっていうと、カップの8の逆位置が出ているんで、これ再挑戦のカードなんだにゃ。まあ現在にしがみつこうとするので、やり直したいとかダメ元でも交渉したいみたいな、まあ執着心がすごい、もうある意味これ恋愛で見ていたりとかするとストーカーになれる強者なんじゃないのかにゃっていうぐらいなんだにゃ。最終的にどうなるのかっていうと、カップの9の逆位置、これはやっと愛の大切さに気づくっていうカードなんだけれども、何をしても虚しさが残りそうなんだにゃ。不満が残る結果っていうか、まあ例えば金銭トラブルに遭っちゃうとか、まあ愛想をつかされるとか、そんなような因果応報が待っていそうなんだにゃ。で、そしてお前さんへのアドバイス、こちらタロットドラニュイからはカップのエース、これは不安を恐れずにお前さんの感情がどのように動かされるのかを試してみようって言ってるんだにゃ。気持ちを表に出してみようってにゃ。新しいことを始めるなら今がいい時期で、
お前さんの想像の可能性に確かな手応えを感じることができるって言ってるにゃ。与えれば与えるほど見返りも多くなるって言ってるにゃ。そしてルノルマンは山。ルノルマンの山は重苦しくってそびえ立つ状況を表すんだけれども、叶えたい目標や理想はお前さんが思っているより遠いかもしれないんだけれども、時間をかけることで必ず乗り越えられるよって言ってるんだにゃ。でちなみに山ってこの21っていう数字が振られてるんだけれども、21のつく数字に関わりがあるんだにゃ。21時とか21日とか21週とか、ちょっと頭の片隅に置いてもらうといいかもしれないにゃ。そしてムーンオロジーからはこちらギボスムーン13夜の月のカード、ゴールはもうすぐだよって言ってるんだにゃ。まあこれは願望を実現するためにはまだ多少の微調整が必要だよって言ってるんだにゃ。正しい方向に向かって進んでいるのは確かなので安心してねって言ってるにゃ。今は少し張り詰めたムードが漂っているんだけれども、強引に物事を推し進めないようにってにゃ。行動には細心の注意を払ってくれにゃ。ほい、以上が A の人のリーディングだったにゃ。ほい、ではこちら B のヒョウかクマのオリバを選んだ人、 B を選んだ人の相手っていうのはなんかペンタクルが多いので仕事絡みの人がにゃなんて思うんだけれども、こいつは敵もしないのに欲張りがあだとなっていっぱいいっぱいなんだにゃ。結果やっぱりねみたいになるので最後までよろしく見ていてにゃ。タロットカードは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚はお前さんへのアドバイス。相手の欠点から読んでいっちゃうと、これカップの7の正位置、もうこれ妄想の機関車トーマスなんだけれども、あれこれ欲張りすぎなやつなんじゃないのかにゃ。妄想癖もあって選択肢や誘惑が多くて決められない、目移りする人、現実的でもないし自己陶酔するタイプなんじゃないのかにゃって思うんだにゃ。で過去現在近未来なんだけれども、そいつの過去ペンタクルの8の正位置、まあ空気が読めないんだけれども、コツコツ何かをやってきた、なんか意外と真面目なのかにゃなんて思うんだにゃ。周りは見えていないし結果が出るのに時間はかかるやつっていう感じはするんだにゃ。で現在なんだけれども、ペンタクルの5の正位置、過去から現在でドンと燃え下がるみたいな、もうすでに因果応報って感じなんだけれども、これは貧乏カードって呼ばれるカードで、状況がさらに悪化している、救いもなく金ももしかしたらないんじゃないのかにゃ。物質的にも精神的にもやばいっていう感じがうかがえるんだにゃ。そして近未来はペンタクルのページの正位置、今すっごい盛り下がってるんだけれども、ちょっと一時的に上向きになりそう、またコツコツ向き合うようになる、おそらくこの過去にしてきたことをまた向き合うのかにゃって感じがするんだけれども、とりあえずは真剣にやるっていうような感じがするんだにゃ。でお前さんはどう考えているのかっていうと、ワンドの3の逆位置が出てるんだにゃ。なんか予想と違う展開になっているのでがっかりしているっていうか、思うようにいかないのでイライラしているんじゃないのかにゃ。先の見通しも立たないし始めたことが難航しているっていうか、連絡が来ないとかそういったこともあるかもしれないにゃ。そして相手は何を考えているのかっていうと、ワンドの10の正位置、もうこれは重圧とか責任とか、まあ、プレッシャーみたいなものに押しつぶされそう、余裕もないんだにゃ。仕事で見ている人はオーバーワークで限界寸前とか、ヘトヘトなくせに何かを手放せないっていう執着心の塊なんだにゃ。そして最終的にどうなるのかっていうと、太陽の逆位置、もうこれは今というか近未来頑張っていること、もうこれ日の目を見れないんだにゃ。結局は成長できないっていうか、見返りも少ない、モチベーションもダウンする、ちゃんちゃんって感じなんだにゃ。そしてお前さんへのアドバイス、こちら3枚、まずこちらタロットドラニュイからは正義のカード、
お前さんがやましいことをしていないならいい結果が、反対に相手がやましいことをしているならそれなりの制裁が下されるよっていうことを言ってるんだにゃ。感情に振り回されずに原因と結果を客観的に見つめてねって言ってるにゃ。まあ、要は冷静になってねっていうことだにゃ。そしてルノルマンからはヘビのカード。ヘビっていうのは神様の使いとして神聖な存在を表すんだけれども、女性の持つ女の勘っていうやつとか甘い誘惑を意味したりするんだにゃ。蛇がくねくね動くことから賢く立ち回ろうとかいいとこ取りをしようっていう意味合いもあるんだにゃ。そして恋愛で見ているような人は普段より沼にはまりやすくって抜け出すのに時間がかかるので、執着に変わりやすく自分勝手な解釈は厳禁だよっていうことを言ってるんだにゃ。まあ蛇って執着とかそういうことを表すカードだからにゃ。この蛇の7っていう数字は7時間とか7日とか7週とか、そういった7にちなんだ数字にちょっと何か意味があるかもしれないので頭に入れておいていただくといいかもしれないにゃ。そしてこちらムーンオロジーからは天秤座の満月、結果に満足するよっていうカードなんだにゃ。満月っていうのはクライマックスとか結末を意味するので、新しい関係とか、まあ、関係が終わるとか関係が深まるとか、まあそういう感じで読めるんだけれども、おそらくお前さん関係が終わるんじゃないのかなと思うんだにゃ。なんか来るべき時が来たと受け入れてねって言ってるんだにゃ。でさらに天秤座の満月って言って天秤座が加わることでバランスを取るっていう意味合いがあって、物事が頂点に達すると揉め事は表面化するんだけれども交渉はスムーズに進むよって言ってるんだにゃ。まあこの天秤座のこの天秤と、まあ、この正義のカードも天秤を持っている女神様なんだにゃ。だから結構似たようなこと言ってるんじゃないのかにゃって思うんだにゃ。まあお前さんが勝利する何かしらそういうことで裁判とか調停とかやっているような人は勝利が下される、そんな感じがするんだにゃ。はい、ではこちら C の猿のモンキーブーを選んだ人。 C を選んだ人の相手はできない部下、もしくは手のかかる旦那みたいな感じなんじゃないのかにゃ。きっとお前さんもイライラしてると思うんだにゃ。お前さんにとってこいつは困難そのものみたいなんだけれども、冷静になって向き合えばお前さんの苦しみからは解放されるってカードたちからは出てるにゃ。こちらタロットカードは相手主軸のヘキサグラムスプレッド、こちらの3枚からはお前さんへのアドバイス。まず相手の欠点なんだけれども、ソードの4の正位置、こいつかなりのんびりしすぎ、休みすぎ、動かにゃい、疲労が蓄積しているとか体調不良とか嘘ばっかりつく、そういったところもあるんじゃないのかにゃ。そして過去現在近未来相手なんだけれども、過去ペンタクルのクイーンの逆位置、これお前さんのことじゃないのかにゃって思うんだけれども、気にしているっていうか怯えているっていうか、なんかもしお前さんが上司の場合は育たない部下がやつ、お前さんが嫁の場合は手のかかる旦那がやつって、なんかそんなような感じがするんだにゃ。そして現在戦車の逆位置、これは暴走機関車トーマスのカードってオイラは読んでるんだけれども、制御不能の状態で尻滅裂なところがあるんだにゃ。きっと何をやってもうまくいかず空回りをしてるんじゃないのかにゃ。そして近未来なんだけれども、そいつのソードの2の逆位置が出てるんだにゃ。なんか板挟みの状態に陥りそうなんだにゃ。行き詰まるとか人が離れていくとか裏切られるとか不安に苛まれるっていう近未来が待ち構えていそうなんだにゃ。そして一方お前さんはどう思っているのかっていうと、こちらワンドの5の逆位置、もうムカついて仕方にあり、相手を打ち負かしたい、もう懲らしめたい、徹底的に戦う気満々っていう感じなんだにゃ。闘争心がすごそうっていう感じがするにゃ。そして相手の気持ちなんだけれども、カッポのナイトの正位置、なんかのんびりしている人のカードなんだにゃ。これ安易に動こうとはせずに思慮深くなっている、まさにこの欠点がそのまま出てるって感じなんだけれども、理想とか夢に向かって
険しい山に歩き出すっていうような意味なんだけれども、そのペースはのんびりっていう感じなんだにゃ。そして最終結果、そいつのカップの後の逆位置、まあ、さらに逆境に立たされるんだけれども、まあ過去からずっとっていう感じだにゃ。何か奮起しようとするっていうか、再起しようとするっていうか、なんか底意地だけはあるっていう、そういう感じがするんだにゃ。要は痛々しいポジティブにやろうで、目も当てられにゃいっていう、なんかそういう結末なんだにゃ。そしてお前さんへのアドバイスはこちら、ムーンオロジーの方からはフルムーン、これは満月のカード、手放しのカードなんだけれども、過去を手放して次に進む時っていうことを言いたいんだにゃ。人生が頂点とか最終地点とか転換期に達しようとしているんだってにゃ。このカードは事態はもうすぐ収束してお前さんの願いが叶うかどうかがわかるっていうことなんだにゃ。まあ要はポジティブにその願いが叶う可能性が高いらしいにゃ。普段より冷静にしてくれよって言ってるにゃ。まあ今イライラしてるかもしれないけど、ちょっとカームダウンカームダウンっていう、そんな感じだにゃ。そしてカップの10のカードがタロットドラニューイから、これはすぐそばにある幸せに気づいてって言ってるんだにゃ。思い当たることはあるかにゃ。リラックスしたり安心してちょっと休んでみたらっていう感じだにゃ。そしてルノルマンからは十字架のカード、十字架のカードは重荷とか試練など苦しみや忍耐を表すカードなんだけれども、宿命的な意味があって、人生で避けては通れない困難や試練を表しているんだにゃ。まさにこいつのことっていう感じがするんだけれども、慎重に進む必要はあるよって言ってるんだにゃ、まあ、これと一緒のことだにゃ。そして変化とか転換期も表しているので、環境がガラッと変わる可能性もあるよって、同じようなことを言ってるんだにゃ。望んでいなくてもこのカードが出たら変化は受け入れること、何かが変わるときは困難が伴うんだけれども、それはお前さんを大きく成長させてくれるんだってにゃ。自分のペースで日々の感謝を忘れずに、同じこと言ってるにゃ。困難を乗り切ろうってにゃ。補足でこの十字架は36っていう番号が振られているんだけれども、36番とか36日とか36時間とか36っていう数字をちょっと頭の片隅に入れてもらえるといいんじゃないかにゃって思うにゃ。ほい、以上が本日の適当占いだったにゃ。嫌なことは右から左、嬉しいことはまんま受け取って参考にしてくれにゃ。信じるか信じにゃいかはあなた次第。今後もこういった系統の占い動画をちょくちょく配信予定なので、よかったらチャンネル登録もよろしく頼むにゃ。この後実写版おまけ猫動画もあるので見てくれにゃー。